4畳半は、日本における畳を単位とする広さの一つで、畳4枚半分の広さを指す。また、特に畳4枚半分の広さを持つ部屋の間取りを指す。本校では校舎について説明する。4畳半の畳の配置日本家屋を代表する部屋の間取りの一つで、6畳、8畳などと共に広く、用いられる。通常の敷き方では、一畳サイズの畳四枚と、 半畳の形形状は正方形となる畳の配置としては渦に示した2種類のいずれかが一般的である。中央に畳のサイズの畳を置く配置は部屋の中央に色を切るときに用いられる。畳の角が4つ集まって十字型になることは不修理であるとされるため他の敷き方が用いられることはほとんどない。四畳半が 初めて現れるのは、室町時代とされる。初期の草安風茶室は4畳半の広さであったと考えられている。東山の自称寺にある、東武道道人祭は4畳半の書斎で、草安風茶室の源流とされる。また、村田樹港は18畳の和室を4分して4畳半の茶室を作ったと伝えられている。今日でも、一般には4畳半以下の茶室を草安風茶室と、 称する。1970年代頃まで、学生などの青年向けの下宿や曲がりの広さは四畳半が代表的でありに建てられ、多くの漫画家が暮らしたことで有名な、時和僧は全室四畳半であった。四畳半という語は、例えば四畳半フォークのように、青春時代の生活の代名詞として用いられた。松本の漫画、男いなどでも、 四畳半が青春時代の貧しい生活の象徴として描かれている。茶室における四畳半の畳は、それぞれ床前畳、手前畳、客畳、踏み込め畳、炉畳と呼ばれる。ありがとうございます。